い、どうもピョキンです。今日はトロールコースの一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、デザートトロールドということで、砂漠のトロールコースという意味でしょうか。でさ、このサムネって何をイメージしてるんだろうね。めっちゃ考えたんだけど何もイメージできなくて。そして昨日トロールコース以外のコースをやったと思うんだけど、落ち着く。やっぱいつもやってるコースって落ち着くよね。ただトロールコースで落ち着く僕、結構やばくないですか。どうせ今日もバカスカやられんだろうな。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.12%。 そしてもうすぐさ、チャンネル登録者数が10万人になるかもしれないんですけど、そん時に何かするんですかっていうコメントをよくいただくんですよ。で、僕考えてるのが、いや僕何もしないよ。うまいこと話がつながったけど、ちょっとそっちの意味じゃないからね。このハテナは何？開幕ハダー。もちろんね、何かしらの企画っていうのは準備してるんですよ。で、前の動画でも言ったかもしれないけど、そのうちの一つとしてプレゼント企画は準備してるからさ、ぜひ参加するためにはツイッターのフォローよろしくお願いします。っていうか、これもう積んだんじゃないんですか。いや、ここの線怪しいね。下に何かがあるんじゃないのか。なるほどね、ここは早く行ってメカクッパをかわせっていう感じで。メカクッパ、あ、メカクッパ大丈夫。バラバラで砕け散ったね。たまねえな。じゃあここの四角の若怪しいね、叩いてもなんもない。右が正解だと、そういうことでもないね。いや、ヒヒじゃないんだって。ここどうやって行くんだろう。ここの叩いてカエルを取れみたいな感じなんかな。あ、やっぱそうだね。いや違うんだって。いや今めっちゃ綺麗に抜けたね。そんな偶然ある。じゃあここは当たってもいいから上に行けと。そしてこっちはどっちを壊すかだ。一旦左壊してみるか。あ、別に何もない。ここのブロックは一つしか壊してはいけないと。そして左に行けばいいんだけど、石橋とバネのフューチャリングがめっちゃ怖い。早っ。ここは駆け抜けようか。そして罠も全て駆け抜けて回避し、あのモブ兵の場所まで絶対にたどり着いてみせたいと思います。こっからはどうすればいいんだい。上にキノコが出てくるから、こっから左に行けと。本当にこれだみたいだね。天国という場所いね。ただ今ので読めたね。ここはボム兵が爆発する前に扉に入っていけと。それで合ってると思います。そして左にはクリマンジュ。このブロックはすごい足、一旦叩いてみようか。来いんか、スタバージョンの来い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 。さて下の石味来るんかな。うわ、来るっぽいね。なんで一気に下まで降りたいと思います。そしたら、え、これ合ってたんじゃないの。超強すぎよマジで。なかなかやるね。だが僕にとってこんなの喜びでしかないよ。やればやるほど動画が映えるっていうもんさ。という黒い部分をさらけ出していく。ここはどっちだろう。右と左。あ、なんか裏に土管が見えるね。ここ、あ、入れ。もしかして左側から入れっていうことなんかな。あ、こっちもなんかあるね。うわ、どこ行こう。一旦上の土管の方行ってみていい。多分このつららの上乗れるでしょ。あの土管は怪しすぎる。なんでこっちがきっと正解だと思います。見ててみんな。はい、どうもこんにちは。しゃべったよ。え、なんか違う場所にいるんだけど。え、今のはいどうもこんにちはで合ってたんかな。なんだ右のせやがって。チェックポイント隠すとかそんなやめてくれよな。どけよ白い両津勘吉。いや、見えるチェックポイントのさ、取れるか取れないかの駆け引きめっちゃ好きなんだけどな。じゃあここのスネークブロックは信用しない。いつも騙されるもんね。なんでオンオフをしたいと思います。そしたらマリーの人生オフ状態。今日はスネを信用していい日なんだね。行くよスネーくん。僕はずっとここで待ってるよ。何もしないで。そしたらちゃんと迎えに来てくれるんでしょ。僕ここでどうすればいいの。左に行けるね。ナイス、これで合ってたのか。スネはバラバラになってしまいましたけど、じゃあここは叩いた瞬間すぐに左。うわ、右か、どっちだ。あのパンを取りに行けばいいのか。僕はと、いや、大丈夫。絶対にこのパウ様が助けてくれると、そういうことだと思います。行け俺。そしてこのまま下に行ったらダメじゃねえか。この砲台の下のハテナブロックを叩くなっていうことだったんかな。でもそれだったらこのパウブロックはやっぱり取れないよね。なんで一旦30個の方行ってみる。それか、あ、この場所に寄っておけばよかったのね。そしたらブラパがいなくなるみたいな。このつららの下絶対土管がある気しかしないな。引っかかってみるか。もうこれは行くしかないんだ。こうやってやって無理しかないんだよ。だいたいこんなことだろうと思いました。いや意外と合ってんのね。僕は何もしないよ。よしよし。
じゃあここ上に上がってよかったのかな。何もしないでジャンプ。あ、これでいけるんだね。マイヤダメって書いてるね。きっとカロンの甲羅を持ってたら先に進めなくなってたよ。じゃあここはしっかりとフラワーを取りたいと思います。ここでフラワーをゲット。やらせんなこの豚野郎が。じゃあここは右ダッシュでよかったんだね。そしたらガリガリの下にフラワーが落ちてくると、そしてこれを取って下に行けっていう感じなんだね。そして次はなんだよこれは。中にベッドがいるのが見えてんだよ。作りが雑だな。いや、これはこういう心理戦かもしれない。上等じゃねえか。僕心理戦弱いよ。なんで一旦倒してみます。そしたら動画的に僕の勝ちだね。じゃあここは抜けていって、このハテナがバブルっていうかの、やっぱそういうことか。そしてこのクリボーを倒した瞬間すぐ鍵洞に入る。鍵洞に入りない。ない、このクリボーが鍵っていうわけじゃなさそうだ。この下行ったら絶対何が引っかかるんだろう。そうなんでしょう。そしたら分かってんだ。ならばこの分裂するクリボーを早く倒せと、そういうことだと思います。さあ行け。ここで踏む。ちょっと難しくない、ここ。あ、上のブロックを落とせばいいみたいだ。あ、なるほど、そういうことだったのね。そのために上にプラパがいたのか。じゃあここは中間ポイント。じゃあ今日は優しめに取らせてくれる。過去こんなに優しい取らせ方があったでしょうか。何度もありましたね。じゃあここは蹴っていい。いや、一旦左に蹴ってみようか。それが正解なんじゃないか。合ってる。まあ全然中間取ってたらやっぱ気持ちは楽だね。じゃあ素直に右に切ればよかったのかな。そしたら先に進めるみたいな。あー、これでよかったのね。そしてさっきから何やってんのこの人。ねえ、あ、上になんかいる。あー、これ上にやって爆発させろっていうことなんじゃないかな。じゃあここの首に触らず左に行けっていうことかな。あ、そうじゃないと先に進めないね、ここ。やりすぎでしょ。どんだけ執着してんのよ、マリオに。で、ここでオンオフをして上に進めと。じゃあここは右にダッシュしていこうか。もうまだ引っかかる予感がないが、いろいろ来てるね。でも僕は避けたいと思います。投げるな。ここは一番左のつららの場所で待っておこうか。そしたらいいんじゃない。なんか可愛いで、ポンポコポンポコ言ってる。で、あのブロックが開いたら先に進めと。なんかこういう引っかかり方久しぶりだな、バネ。元気してましたか、今まで。お元気そうで何よりですね。僕は今からあなたのせいで元気じゃなくなるんですけどね。いつもいつも邪魔しやがって。そこをどかんか、バネ。もう分かった。何が分かったかっていうと、バネはひどいっていうことが分かった。いやー、ここもうすぐ終わりなんか近そうじゃない、今のツタ。そこだ。落ち着こう。ここは落ち着いていこう。落ち着いたね。つまんねえな、今日もつまんなさが冴えてるぜ。皆さん、僕の動画を誰かにおすすめするときはつまんねえやつと答えておいてください。ここは左のドアに入っていけばよかったのかな。一旦右にジャンプしてみるか。そうしたら何か希望があるかもしれない。あるわけねえだろ。絶対もうゴール近いと思う。ここに行けばドアがあるでしょ。これが終わればもうゴールなんじゃない。いや、この先かな、この先ぐらいかな。そしてこれはどっち。そんなところから出てくんの。え、ちょっと待って、そんな顔してくんの。誰だったっけ、この変態レンジャーみたいなやつ。え、パウブロックから出てきたりすんの。初めて見たんだけど。じゃあこのパウブロックを持って早く右に行けと、多分それで合ってます。うわ、変なところに出てくるからやられるんだよ。さまぁねーぜ、変態仮面が。じゃあここは右上にジャンプしていけばいいのかな。やっぱなんかそんな感じだと思った。え、これはもう、あ、いやでもここに抜けるね。どっちだろう。下行って右に行けばいいのか、右行って下に行けばいいのか。こっちを信用したいと思います。どうなる。今なんか聞こえたね。多分これで合ってる、合ってる。さあどうなる。よし、もうゴール近いんじゃないの。あの3本落ちてくるでしょ。なんで一旦左に走っていく。そしてここで隠しブロックがやっぱ合ってくれたね。そして上に行けばいいと。そしてこの上に行けば、もうきっとラストスパートだね。ここでキノコを取って、ドッスンの裏はなんかあると思ったけど、なんもない。あ、バネが出てきたよ。このバネを投げてブラパをどっかやれみたいな。うますぎるこの罠が。ここはバネを投げた瞬間すぐ左に行って右に落ちてくるブラパをかわせと、そういうことだと思います。このバネいるのかな、持ってっていい。そして左に進めば。なんかバネダメってなったね。え、じゃあバネ持ってこなかったら先に進めるんかな。それ
かシーソーに置くかどっちかだよね。多分持ってったらダメだね。持っていくことによってさ、重くなって多分あのシーソーが動いてしまったみたいな。あ、やっぱそんな感じか。そしてこの状態で先に滑るとさ、パンを置いて土管に入る。これで合ってるのか。本当にこの下何もないだろうな。何もないね。それじゃあ土管に入っていきたいと思います。もうゴール近いね。いいよ。まだゴール長いね。意外とこのコース。そしたら足の下からバックンコ。よく考えろ。ここはどうすればいい。シャキーンしてはダメということは、一旦下にいてすぐ上に逃げる。そしてこのネット。いや、今のヒーはね、バブルに当たった時、熱じゃないでヒーって言ってくださいっていうコメントがあったんだよね。いいヒーだった。っていうかそんなことよりみんな今日いいヒーだった。つまんねつまんなさに磨きがかかってるぜ毎日。さあここは完全2分の1。右を信用したいと思います。左は怪しすぎる。そしてここは下には行けないということから、こっちで正解なんじゃないか。キノコいるって書いてるね。2分の1外してんじゃねえか。じゃあここはキノコを取って行っていいっていうことでしょう。そしたら先進めるようになるの。あ、このプラパに下に押し出されるっていう感じか。え、これ下行くしかねえか。頼む。どうでもいいけど、そっととりあえずゴールさせてねえ。熱すぎる。これは P スイッチを踏んだらゴールなんじゃない。いや全然いいよこれ。あ、いやでもまたブロックになっちゃうよね。なんでもう一回 P ドアに入るしかないのか。そして何ここね、なんかすごいサムネ映えはしそうな感じではあるけど、これ何ここっていうサムネにして今日作ろうかな。それじゃあここでゴールをさせてくれな。もういいでしょ。もうここまでたぶらかして僕をもうゴールさせてくれると思います。常にピーヨンが鳴ってるんで。さあゴール。なんでないのなあ、さっきと話が違うじゃねえか。え、ここでもう一回 P スイッチを踏んで、あ、やっぱ P ドアに入らないけんよね。そしたらさっきとまたなんか違うみたいな。いや、これ上はいけないよね。多分全部隠しブロックがあると思うんで、もう一回左に行ってみようか。またなんか変わってる？これで。わかんない。え、なんか無限ループしてる？もしかして。もう一回行ってみようか。これで次はゴールできるみたいな。いや、ちょっと待って、なんかシエイジに倒されると思ったけど、パイブロック持ってたんだね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発バリオワンワン高速大回転ということで、まあサムネを見る感じですね、円になってるワンワンが高速回転するから、その間をすり抜けてゴールしろっていうコースだと思うんですよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.69%。 まあこのクリア率だからさ、めちゃめちゃ回転するのが早いんじゃないかな。あのワンワンどんな感じなんだろうね。思ってたんと違う。なんかあったら遊園地のアトラクションでこれいけんの。こんなの無理じゃんか。じゃあスタートした瞬間すぐ右にジャンプしていってみる。最速が3秒だからさ、スタートした瞬間って思ったんだけど、これいつ行くんだろうね。いや絶対無理だよねこんなの。まあだいたいこういう時はスタートした瞬間一マス左に行ってすぐ右に行ってみる。そしたら、あ、行けそう行けそう。多分今の感じだね。なんでスタートと同時に左に一マス、そして右にジャンプすれば抜けれないね。このだけか。いやでも考えは悪くないと思う。一マス半ぐらいで行ってみる。これだったら、あー多分こんくらいかな。一マス半で次行ってみようか。多分何度かやればいけるはずなんだよな。シャワシャンって行ってみようか。いけたいけた。え、もう適当に行ってみるか。時間がね、このタイミング。でももう分かった。右に行くことさえできればあとはタイミングを見定めるだけだね。何秒の時ぐらいがいいのかな。2、1、残り1秒ぐらいになってジャンプしてみようか。多分それでゴールできると思います。さあこれで本当にゴールができるんでしょうか。ゴールができると僕は全く思っておりません。残り1秒になった時にジャンプすればいいと思うんだけど。3、2、1、もうちょっと早めにジャンプしてみよう。そうしたらいけるんじゃないのか。さっきのちょっと遅かったもんね。残り2秒になった時ぐらい。ここ、うげえじゃねえか。そろそろ僕の必殺技を出す時が来たようです。いやこれほんとむずけーよ。見た目の 1.00 倍は難しいね。でさっき1秒の時の方がゴールできそうじゃなかった。なんでそこを狙っていこうか。しゃー
や、今回も面白い発想の一発マリオだったね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。